久保さん、今回役割にしましょうか。まあ会社でもいろんな役割があります。事務所、あ事,務事務員とかね、営業職とか、あと管理職とかね、うん、なんだ、あと工場とかね、まあいろんな部署がありますよね。で、多分役割ってあると思うんですよ。役割ね。まあ、男と女の役割。例えば男が絶対できない役割って何かっていうと、命を生むってことですね。 これは無理です男にはだから女性の役,役割というかねまあこれが役割って押し付けるわけではないですよ機能として、まあ、あるかないかっていうところでじゃあ機能としてありますじゃあ役割としても一理あるっていうところもありますただそれもその役割を使うか使わないか女性の自由なんででも子供を産まないからね悪だとかそういうわけではないですただなんだろうなまあこの話が出た理由っていうのは億万長者合宿でもね 参加された方の中でね、いや家族のためとかね、あのー、なんかお客様のためですみたいな参加しといてやってない。まあ、やってたらすいませんですけど、多分やってないんですよ。で、まあ、その奥間女子合宿に参加した人以外にも、やりますやりますっていうね、で、やらないっていうね、家族のためにやりますとか言ってやらない人がいるんですよ。だからそ,れそれはどうなのかと。それはどうなのかっていうのをただ言いたいだけです。<laughs> やれよと。単純にやれよと。 もうそれだけですお前の役割はなんだ言ってらっしゃい